皆さんこんにちは。 NPB 考察委員会です。日本ハムが2024年のオープン戦で1年ぶりに札幌ドームを使用することが分かりました。3月2日3日の2試合を予定しています。今年3月14日にエスコンフィールド北海道が開業して以降は初めての使用となります。ドームと札幌市側にとっては2試合のみの興行とはいえ救いの神になりそうです。ではなぜ日本ハムはあれだけ冷遇され喧嘩別れをした札幌ドームに救いの手を差し伸べることとなったのでしょうか。今回は日本ハムが札幌ドームに出戻りする理由を紹介していきます。厳しい状況を迎えている札幌ドームの一方で、日本ハムは今シーズン新たな本拠地エスコンフィールド北海道で上々のスタートを切りました。昨年からチームを指揮する新庄剛志監督のもと2年連続の最下位となりましたが、入場者数はパリーグではソフトバンク、オリックスに次ぐ堂々の3位。球場へのアクセス問題などまだ解決されていない点もありますが、北海道の新たなシンボルとなり多くの人を引き寄せるだけの魅力があることを証明しました。球場の客席はフィールドを包み込むようにすり鉢状に配置され、どの席からも臨場感あふれるプレーを眺めることができます。また屋根が開閉するドーム球場でありながら、高さ10メートルのガラス壁と巨大な通気口があり、日当たり風通しの良さは抜群です。野球を見る空間としてここまで開放的な球場はなかなかありません。楽天との開幕カードこそ平均約3万1000人のファンが詰め寄せたものの、球場の問題点も山積みで、シーズン序盤は負けが込んでいたこともあり集客に苦労していました。日本ハムが開幕前に掲げていた年間観客動員数の目標は300万人でしたが、不可能に近い数字と言わざるを得ませんでした。今では考えられませんが、地元では早くも昨季まで使用した札幌ドームに U ターンを望む声が上がっていたほどです。札幌市中心部から球場まで地下鉄と徒歩合わせて30分圏内の高アクセスだった札幌ドームから一転、約1時間と不便さが目立ち動員減少の要因となっていました。車で観戦に行っても駐車料金が高い上、球場入り口が遠い場所も多いと敬遠要素も多くありました。せめて冠スポンサーがついた平日ナイターの試合は企業の意向を聞いた上で札幌ドーム開催に振り替えないと客足はどんどん遠のくと危惧する声も上がっていました。しかしチームの調子が上がってくるとともに客足も徐々に伸びてきます。交流戦後は土日祝日は安定して3万人超えを記録しており、平日でも2万人は安定して入るようになりました。7月12日には想定を上回るペースで観客動員100万人を突破しました。その後もとどまることを知らず、シーズン最終盤まで大盛況が続き、プレオープンした3月12日から9月30日の203日間で当初目標の300万人を突破する303万人が来場しました。年間目標を1年待たずして達成しています。地域別は道内7割、道外は約 28%。 これは札幌ドーム時代が道外約 10% だったので約3倍に増えたことになります。エスコンフィールドは試合がない日は無料で入場でき、試合がない日でも楽しめるようになっています。300万人の来場者のうち野球観戦以外の来場者だけでも4割を占めているようです。それだけでも札幌ドームから移転した恩恵は十分にあるのですが、アクセス問題も大幅に解消され、大都市から離れた上に最寄り駅である JR 千歳線北広島駅から 1.9 キロも離れているにもかかわらず、さらに札幌ドームに比べて収容人数の上限が 17% も減っているのにもかかわらず、観客動員数は1試合平均で前年より約1万人も増加しています。新駅が開業すればアクセス問題も解消するどころか、12球団でもトップクラスのアクセスになりえますし、 F ビレッジの完成度はまだ 3,4 割程度だそうで、今後もどんどんアップデートしていく見込みなので、より札幌ドームは足元に及ばなくなるでしょう。球場の設備投資に余念がない姿勢や、さまざまな問題に迅速かつ柔軟に本気で対応できているのもやはり札幌ドームの縛りから解放されたがゆえでしょう。野球ファン、ファイターズファン、そして道民にエスコンフィールドが受け入れられていることは疑いありません。ファイターズの今年の営業利益はコロナ前の2倍以上となるおよそ26億円を予想しています。新球場がそれだけ魅力的であることはもちろんのこと、いかに札幌ドームの経営が傲慢であったかが伺えますね。そんな日本ハムは怒涛の補強ラッシュを続けています。フリーエージェントで流出濃厚と言われたエース左腕加藤貴之投手の残留を早々に決め、劣勢とささやかれた山崎福也投手の大争奪戦にも4年総額10億円という大型契約で強奪に成功しました。さらに身長196センチを誇る大型右腕
パトリック・マーフィー投手、前ツインズの獲得も発表しました。一向に補強の手を緩める気配を見せていません。日本ハムといえば、昨オフまでは若手選手の底上げに注力しました。大型補強は二の次だったはずです。それがなぜ今オフは資金を惜しまず、積極補強を続けるのでしょうか。やはり新球場開場効果もあり、大勢のファンが本拠地に足を運んでくれたことで、球団収益が大幅に改善されたからでしょう。その収益を補強という形で使わなければ、支えてくれたファンやスポンサー企業などに面目が立ちません。長らく続く低迷からの脱却は、札幌ドームから脱却でもあるのです。しかし、そんな日本ハムは、来年のオープン戦で1年ぶりに、札幌ドームを使用することを発表しました。日本ハム球団幹部は、オープン戦でも、札幌ドーム開催はないと、喧嘩別れのような形になった札幌ドームへの拒否感をあらわにしていました。しかし、新球場開業の直前の2023年3月にも、オープン戦を2試合開催しています。この時の開催理由として、札幌市及び市民への感謝を込めてのものとしていました。開業当初は新球場のファウルゾーンが、規定を満たす広さではないという問題によって、2023、24年オフを後期に当てて規定通りの広さに改修することで、来季は現状での試合挙行が認められた経緯があるだけに、パ・リーグ関係者は、2024年から2025年にかけてオフを改修工事に充てるため、新球場が3月に使えるかわからない、再来年からもオープン戦で使わせてください、という札幌ドームへのメッセージじゃないか、と読み解いていました。しかし、公認野球規則の改正により、ファウルゾーンの規定は緩和され、改修の必要はなくなりました。ではなぜそれでも2024年も開催することとなったのでしょう。理由1、天然芝の生育のため、3月上旬の北海道は例年寒さが続くだけに、エスコンの天然芝もまだ寝ている状態、芝の生育問題もあるので、球場内を暖かくすることが難しいと球団関係者は話しています。一方、人工芝球場の札幌ドームは温度管理がしやすく、選手や観客は寒さを気にする必要がない。時期的にもドームを使えるのはありがたい。チームも暖かい沖縄でキャンプをした後に寒い北海道に移動して体を慣らす意味合いが強いでしょう。選手は北海道で調整を続けることができ、その期間にエスコンは開幕に向けてベストコンディションを目指せるというわけです。ファウルゾーンの問題は解決したものの、次は芝生の問題が出てきているので、再来年以降も見立て通り、このようにオープン戦の頭だけ使っていくことになりそうです。理由に、札幌市との関係回復。一方で札幌ドームは日本ハムに出て行かれて以降はほとんど使用されていない状況で、今後に関して頭を抱えていたので、日本ハムが試合を開催してもらえることは大変ありがたい話だと言えます。2日間でかなりの収益が見込め、日本ハムとの関係が悪くないこともアピールできて、今後にもつなげられるのです。日本ハム側としても、札幌市といつまでも仲違いするメリットはありませんし、様々な思惑が絡んでいると言います。天然芝の生育問題との理由をつけていますが、開幕前の重要な時期だけに、前もって北海道でのオープン戦開催時期を3月後半へ後ろ倒しにする要望を NPB へ出すこともできたはずです。名護に残ったり、2軍本拠地の鎌ヶ谷あたりで何試合かやればよかったはずですが、ドーム、札幌市、日本ハムの3社の思惑が一致したようです。ドームと札幌市は興行開催で箱の稼働ができますし、日本ハムはかつての本拠地を忘れていないことをファンへアピールできます。オープン戦開催は早い時期からの決定事項で、今後も同様に行われることが濃厚なようです。日本ハム移転後のドームが苦しんでいるのは周知の事実です。稼働の柱はサッカー、 J リーグの北海道コンサドーレ札幌ですが、野球に比べて試合数は格段に少ないです。他のイベント誘致の目玉として、場内を区切って使用する新モードの需要も少なく、ドーム自体の年間稼働日数はほぼ半減したと言われています。新モードでの初イベントとなったラグビーワールドカップのパブリックビューイングは1860人の集客で寂しい雰囲気でした。もともと音響効果が良くないと言われる箱だけに、コンサートを行うアーティストも少ないため壊滅的です。もう一つのスタジアム収入の柱である広告出稿も激減。内外野のフェンス広告は今年度から新規販売を中止したとも言われます。コンコースの広告に関しても全ては埋まっていません。高校野球の秋季大会や高校サッカーなどを開催するも、アマチュアイベントの集客と収益はたかが知れています。ドームと札幌市は強気の姿勢を貫き、数年での経営黒字化を宣言していましたが、やはり現実は厳しく、見栄を捨ててでもオープン戦開催に踏み切ったのではないでしょうか。札幌市はドームの収支見通しとして、
2023年は赤字でも翌年からは黒字転換し、2027年までにトータルで900万円の黒字になると試算していました。ですが、蓋を開けてみると予想以上に苦戦してしまい、今後の運営についてはさまざまな議論がなされていました。日本ハム球団史の中でドーム時代は栄光も味わっており、ファンに対しての印象も大事になります。仮にドーム仕様を誇示した場合、世間的にはドームや札幌市側への恨みを引きずっているように感じさせます。必要な時に喜んで使わせていただく程度の方が印象は良いということでしょう。ドームと札幌市側にとっては赤字を少しでも減らせますし、日本ハム側からすればイメージアップとともに困った時に使用できる便利な箱となります。両者の明暗は分かれたものの、お互いにとって程よい距離感の関係を築いていこうということでしょう。ただ以前のままの薄っぺらい人工芝で選手が怪我や故障するのは怖いです。今後も使用する場合はオープン戦限定になると思われます。開幕前の重要な時期、選手の足を引っ張ることだけは避けてほしいということだけが関係者やファンの望みです。長年にわたって北海道における野球のメッカであったドームですが、今や負の遺産になるのではないかと市民には大きな懸念があるのも事実です。ですが3月のオープン戦はかつてのにぎわいを取り戻しそうでもあります。東京に本拠地があった時代は不人気チームだった日本ハムは、ドームで新たな歴史を作り人気チームに生まれ変わりました。思い出の地でもあるドームでの定期的な試合開催を望んでいるファンも決して少なくないでしょう。日本ハムと札幌ドームの関係に雪解けが来る日は近いのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。